はイーストウエストジャパンの提供でお送りします。ミスターワトソンはパソコン通信で社長とネットワーカーがクロスコミュニケーションしていく番組です。今週はダジャレしりとり、ダジャレになっている短文をつなげてスタジオとネットワーカーが交互にしりとりをしていきます。昨日の最後のダジャレはサマブランダ、今日はだから始まります。癖踏んだんだしこういうのが面白いね俺たちは男子やオンナイトって結構いいよね。俺はいいな、男子やオンナイト、男子やオールナイト想像すると嫌ですね。一晩中男子やね、蝶ネクタイしたりして、サミー・デビス・ジュニアとか永遠聞かされちゃってるね。だから男子屋さんが夜遊びしたりちゃんと自分で言ってるような気もしますね。なんかどっちにしますか、ダックスフンドしか男子やオールナイト、黙って俺についてこいって黙って俺についてこいってのもいいですけどね。ダックスフンドしか男子やオールナイトですか、ダックスフンドしですね、ダックスフンドし、はい、じゃあダックスフンドし、しです、し、しりとりれいこでございます。素晴らしいんじゃないの。来ました、スイスイ菅原文太、これスイスイスーガラブタスラスラスイスイスイまで言ってほしかったですね。過ぎたらおよばざるそば。ちょっと好きかも。スイカズラ、すべての道はマーロンブラン、すげえ、すげえ、すげえ、モザイクかけたりしちゃった、来ちゃったか、杉本あやとり、あやとり、これは山田五郎が下ネタ返しですかやっぱり、すり切れチームっていいなこれ、いいですけどね、痛々しい、痛いですね本当に、あの新しい波を起こしますね、起こしますね、立動というか。うん、採用したいところなんですけど、どうなんですかねこの番組としての品格上、じゃあ、うんうん、じゃあいいですよね、じゃあ鈴木レチームも採用、採用、最終回ということもあって大サービス、はい、鈴木レチームチームボボボボかボボブラジルボッキーの名前はマラボって下ネタ強いね、こっち行くとすごいね、すごいね、こっち行くと本当に打ちましたね、打ちましたね、え決定じゃないんだ、いやいや決定ですよ、キーの名前はマラボ、ボキーの名前はヤリボ、ヤリボ、二人合わせてマラヤリガラ、小さなものから大きなものは力は、うん、行くとこまで行っちゃいますからね。これ本当に使う、僕ら高校生並みですね。そうですね、ほら向こうの方が心配してくれてる、頭痛してきた、これ本当に使うの。ボボボボボブラは少年探偵団だ、仏の幕外か、仏の顔もサンドバッグ、ほんだらな、ほんだらな、ほんだらこんだら覚えよう、これで行きましょう、そうそうそう、これですね、やっぱりね、菅原文太さんもここまで来てるとよかったんですよ、大真面目に、大真面目にやるとおかしい、採用しますって言葉は似つかわしくないでしょう、この文章にはその前すり切れチンポを採用します。これ笑うよ、これ最初これ更新記録を保存してほしいですね、配ってもらいたいか、いい、いいですね、ホイホイのいいですね、陰金たなしってことですか、陰金たなし、たなしの人に失礼だな、じゃあ陰金種なしってことですか、本当に役立たずですね、ね、イボイノキっていうのがイノイノキイノキイノキ短しイノキ短しタスキに流しタスキに流しも変えたいところですよね、そうですね、タスキに流しまでもいいです、タスキに
な。島。ま。でも好きだな俺でも。好き長島って。まあね、猪木と長島と二人ね。そう。両ヒーローを育てたわけですからね。どうにかなるでしょう。マクラーメン浮上。増田上げ気味。マダムキラ、マダムキラ小松直輔か。増田上げ気味ですかね。このところじゃね、マックを変えて帰って財布真っ暗。なんかこれ久しぶりに聞いた本当のダジャレって感じがしますね。マックを買って財布真っ暗。マッチ売りのマッチョ。これいいじゃん。これいいの。マッチ売りのマッチョ。ちょっと想像したらすごくなりますね。マッチ売りのマッチョっていいなこれ。マッチョなのに寒がってるでしょ。きっと寒いの。マッチョ。でマッチ買ってくれたらこうやってポーズとかする。暑苦しい中寒い中わかんない。